正直僕は正直ジャイアンツファンもあるし、うん、いやジャイアンツが絶対楽にまくると思ったんです。あ、ですよね。はい、そうですよね。それはプロとしても3位で終わるとは思ってないもんね。全然思ってなかったです、うん、いつまでなんかちょっと楽した格好してんのみたいな。そうだよね、死んだくりっていう、ね、ジャイアンツいいポジションにいるなぐらいの感じでね、いたのがね。で、タオさんからしたらなんで、うん、あの巨人軍がこう、巨人はね、やっぱちょっとあの鞭入れるのが早すぎたのかなって気がする。あ、そうすか。あのリリーフ陣の起用を見てて、はい、これは続かないだろうなと思った。あ、いくらなんでもこれは続かないな、うん、だからあんなあの細切れに、うん、あのリリーフ陣使って出したじゃん、うん、まあ、あれ 2,3 試合だけならいいんだけど、うん、ちょっと続いたなっていうね、うん、やっぱりピッチャー辛いだろうな。なるほどなるほど、うん、やっぱり、まあ、僕もピッチャー経験もアマチュアずっとピッチャーなんで、うん、そんなに気持ちだけではね、やっぱりやれない、うん、まあ、取ることクタクタですか。クタクタなるよ、絶対なる。だからそうなった時にやっぱりある程度イニングを任せないといけない、ね、うん、まあ、先発で先発我慢して ね、 そうですね、ちょっと早く下ろしすぎてる試合が多すぎたなって。なるほど、うん、もうしょうがないじゃない、先発打たれたらもう負けゲームだもん。僕はもう先発ピッチャーは勝ちか負けがつくピッチャーだと思ってるから。そういうことですね。そうでないと後のリリーフ陣がねシーズン持たないんだよね。うん、うん、でまたそんだけの人数がこう全部こう入れ替えるほどのファームに見ないですもんね。そこまではいないから、だからそうなった時に考えるのはシーズン通して一つでも多く勝つためにはどうしたらいいかって思ったら、やっぱり選手たちに責任も取ってもらって、うん、その1ゲームを託すぐらいの気持ちでないと、うん、やっぱ選手たちもね、はい、なんだもうすぐ帰られるのかって思ったら、そういうことですね、ちょっとやる気が失せるかもしれないから ね、 そうですね。多分日本一早いかどうかは定かじゃないんですけど、うんうん、僕の中で日本一早いその来年の、うん、優勝をタオさんに急に今思いついたろ急に思いついたろそうやって見てる方だから何かをこうちょっとにか匂いを感じてんじゃないかと。あ、セリーグはどこですか。セリーグ、はい、まあ、まだだから戦力が僕が思ってるのはですね、うん、ヤクルトのビリもあるんですよ。あるよね。なんか今年の来年のセリーグなんて、それは絶対ありますよ、はい、あのやっぱり中継ぎ陣もまあまあね、はい、使ってますからね、はい、だいたい優勝する年って何人かはかなり肩や、ね、肘使ってますからね。今年のオープン戦、うん、あの公式戦の頭も清水もマクガフも終わってましたもんね、うん、僕それがねよくね、いやこれはやばいぞと思ったら案の定阪神に3連敗でした、ね、やったからね、はい、うん、だからあのサンタナとオスナが入ってきて、はい、打線がギューッと上がってきて、はい、ちょっと投手陣奥川とあの高橋奎二が ね、うん、そうですよね、出てきたのがすごいわ、うん、でサイスニードっていうのを入れて、でまたね来年もこれができたら強いなっていうのを、うんうん、ヤクルトの投手陣って実はインコースで本当に上手に使ってる。あーはーはーはー、なるほどね。右が右、はいはい、左が左にもっていうのは、だから原樹里もそれなりになってきたのはやっぱコントロール投げ切れるようになってき、ね、なってきたからね。今までこう投げての引っかかって、そう、それでたまにいっちゃうともうデッドボールになっちゃうっていうね。またこう引っかかるってやってましたもんね。そうそう、それがね減ったからね。そうですね。まあ、そういう意味ではまあヤクルトも強いとも思いますしね。うん、まあ僕は今年は阪神優勝候補にしたけど、はい、ちょっと来年はしない。しない。うん、それは今の時点で決めてます。今年が最高のメンバーだったと思ってるから。あ、それは開幕前から思ってたわけですね。この今年は優勝するだろう。さあ、あの時開幕3連勝したから。で今年優勝しなかったらもう来年はないよと僕は思ってたから。あ、うん、そしたら結局スアレスが抜けちゃったじゃないですか。痛いな、あれは痛い、ね、痛いですね、うん。だからもう僕は今年以上の戦力に来年はできないと思ってるの。だからタイガースは優勝候補には来年は今のところ、ね、あげない。今のところ今の、まあ、よっぽどの補強がない限り。そういうことですよね。そう思ってます。今年の補強でもう終わってしまったとしたらどこのファンもないじゃないですか。ない、特にね。そうすると特に思い入れは僕は巨人なんですよ。巨人でね。巨人どう。巨人は強いんですよ。今年も強かったんです。ピッチャーどうの。ピッチャーはまあまあ言いづらいですけど、うん、桑田が入って桑田の意見もやっぱまあ最初じゃないですか。しかも2月寸前に入ってきてるから、うん、ちょっと気使ってる部分もあるよね。気使って監督もちゃんと意見聞いてる、うん、しかも宮本さんと桑田の話をちゃんと聞いてやってあげようとしちゃってんじゃないかっていう、うん、だって原監督にない采配だったんですよね。そうかそうか、まあ、突然変えるときは3回でもバーン変えれる方ですけど、うんうんうん、いやこれ絶対ピッチングコーチのその桑特に宮本さんも慣れてるじゃないですか。原監督の気持ちも分かっても桑田の気持ちを組んであげちゃったのかなっていう。あ、なるほどね。でも桑田は桑田でそれが経験になってると思うんですよ、うん、それだからこそ経験して
チーフできるなって言ってますね。だから僕はジャイアンツ その内情はあのデーブほど見えてないから、うん、外から見てると、うん、こんな変えちゃうのかなって、ね、あで実際に、うん宮本さんもユニオンも一、うん、回脱ぐじゃないですか。そうですね。で電話で喋ったんですけど、うん、全く後ろ見じゃないんですよ。後ろに向いてないっていうか、だからこういや俺がこういうことやっちゃったから負けちゃったってないんだいうでもなく、うん、恨み節ももちろんなくてなくで今度こういう仕事やんなよって、うん今年だったらまあまあまあやっぱ噛み合わなかったけどさってこうちゃんと冷静になってる、うん、しかもユニホーム脱がされた感覚がない、うん、っていうことは敬意を表された監督からの評価があるんだと思うんですよ。なるほど。あこれ見てまたなんか頼むからなみたいなね。そういうこともちろんでしかも ね GM さんだかなんか分かんないけど、うん、結構重要なポストにいてで正直僕がジャイアンツの今年の失敗は風通しが悪い何かっていうと3軍2軍1軍ってこう連携が取れてるようで実は取れてない、うん、なるほど。っていうとそこにいる誰か分かんないですよ役職が誰がやってるのか分かんないけど、うんうんうん上に報告する、下に報告する、うん、でそのカルテですよね。なるほど。病人で言えばカルテ、はいはいはい、で何かに行ってもこの人が何の薬を飲んでるか、心療内科に行っても、うん、心臓外科に行っても、はいはいはい、あこういう薬飲んでたんだね、そうか。でこういう CPAP ってつけて何時間寝てますねっていうのを全員が知らない、うん、だから上からお前寝ろって言われてもいやいや今ちょっと早く寝れないんだよっていう選手だけ困った、はあ、そこの役割をまた誰かにするそれかわい宮本さんとかが入ってくるし宮本でもそこも巡回も河合も入ってくるもちろんです、ね、そういうことやるのが起きてくるとだから簡単に言えばですよ外から見てて、うん、吉川のバッティングがコロコロ変わるんです、うん、ああなるほどね正直いいセンスしてるもんね僕は天才だと思ってます、うん、いいセンスしてますよっていうことなのになるああなるってことは責任の所在がないまま、うん、誰かが教えるのかだって責任者がいなきゃ教えていかないじゃないですか。そうだそうだ、ね、あんだけバッティングコーチも野手総合コーチも元木ではヘッドもいるのにあそうかでじゃあ誰かが見るってなんなきゃまとまらない話だと思うんですよ、うん、で見たけど結果が出ない、うん、誰が教えてんのって監督は思うといや気がついたら誰いや僕いや僕教えてないあれ誰みたいな空気になってるようなぐらい吉川が不安で打席になってるように見えるなるほどねだからこっちにセンターやっぱり例えば石井拓郎の考えって、うん、絶対センターから反対方向逆方向へねじゃなきゃ率は稼げない、うん、でそれは2000本打った男じゃないですか、はいはい、でもだからってじゃあ引っ張りがダメか引っ張りっていう人がいないのかって引っ張る人もいる、うんうんうん、でどっちが正解になって吉川はすとこどこになってったっていうのだと思うんですよね、うん、だから守備もおかしくなっちゃってそうかそれがこの反省を原監督が見えてないわけがないと思ってるんですよ、うん、来年は来るねってだから原監督に来年になったら今年行くんじゃないんですかみたいなだからそういう、まあ、チームの、うん首脳陣の編成はね、はい、すごくいい方向へ行ってるとは思うんだけど、はい、現場ですよその選手がどうか、はい、まあ選手は、うん、僕が思うには、うん、銀次郎が、うん正捕手ならいいのになと思ったらいなくなったよっていうと、うん、小林、うん、吉野部の時も、うん、散々エコひいきをしてもらってんじゃないかっていうぐらい試合出てあなんか進歩見えますよそのバッティングであいつはねどうしたの後輩になるんだよ言ってあげてくださいでもあいつ一回も聞きに来たとこないからねだからなんか自分で自信あるのかなそれ見えちゃうでしょっていう風に見えちゃう合うじゃないですか、うん、最高にいい人間ですかだから人間はいいって言うんだけど最高なんですようん明るいしこの能天気さいいなぐらい俺昨日お前で負けてんだよと思ったけどおう元気かコバおはよう先生みたいなお前爽やかすぎるよく寝たなみたいなあプロ向きだなっていうのがちょっと続きすぎてるだからで言うと大城しかいないじゃないですかいやそうだねでもやっぱり大城ってやっぱバッティングがメインになってくると、うん、そんなに細やかな神経はしてないよねそういうことなんですよあのねキャッチング見ててもねうわっていうなんかだらっと抜けちゃったりねしんのすけの、うん、あのきめ細やかさはないんですないよねちょっとね、はい、ああいうところに気がいくようになったらいいのになと思いながらねそうなんです例えば止め方パンとこうそう、ね、ちょっとしたねストライクだったら、まあ、ストライクボールみたいな、うん、そう止めるのよ1回って、ね、お前が決めんなってそうやってんのに、うん、何くるないさ次もこうやるみたいなあそう止めろみたいなところが、ね、でもそこに気使わすと、うん、バッティングもちょっと疲れちゃうんじゃないかなでもやっぱりなんかそのね自分のレベルを上げていかないとねそうですよね、うん、もうそろそろやっぱりピッチャーから信頼されないもんねそういうことですよねだからそこをどうするのかっていう以外は、うん、もうそれはもうそうそうたるメンバーですよそうかジャイアンツはただまだジャイアンツは可能性あるよねありますね、うん、でそこに匹敵する
勝ち越せるチームが何球団あるのって僕の中では浮かんでこない。浮かんでこないね、はい、そう僕はね、だから中日が外国人が当たれば面白い。あ、野手も来て、そう野手一人一人ね、一人でいいですか、うん、まあ、ビシエドはもう絶対出るから、ビシエドプラスもう一人ね、うん、クリーンアップ出そうな、うん、連中が一人、いや一人、やっぱホームラン打てる人、ね、ホームラン打てる人がね、うん、出てくるともう一気に僕は変わっていくんじゃないかな、うん、若いのはね、この前一回調べた8人ぐらいのがいる、だからこの辺で何人か伸びてくるかなっていうね、うん、まあ脇役になるでしょうけど、その連中はまだね、うん、将来的なクリーンアップ石川昂弥とかあの辺は可能性あるんですけど、うん、まだ来年じゃあすぐ行けるかって言ったらまだそこまでいかないから。なるほどですね。そうなるとやっぱり外国人が当たればっていうね、うん、だからそれはもうまだ先、これからどうなるかわからない、そういう目で皆さんには、うん、タオさんっていう解説の方もデーブっていう解説も、うん、そういう目で今見てて、これからこうね、そうなんです、オフの動向を見て、そうです、でキャンプをもう行きたいですよね、キャンプ本当はね、キャンプはもう今年みたいなことはないでしょうね、もうちょっとは譲っていくんじゃないか。完全ロックダウンでしたもんね。ロックダウン行ったら行ったでねもう休みごとに PCR 検査を受けないといけないというね、大変な、大変でしたもんね、あれでしたからね、もうちょっと楽にしてもらって、そうですよね。という意味でぜひまたタオさんと、ね、はい、まずオフ企画で、いやタオさんのところじゃなくて、一回なんか飯用意しとこう、タオ水産で、タオ水産、はい、美味しい魚、レベル系になって帰る、うわいいですね、はい、いうのをぜひお願いして、酒はありますよ、酒はありますよ、酒はありますから、今日タオさんありがとうございました。ありがとうございました。